それではアルペジオフレーズを解説します。1小節目最初のコードですね。2弦を弾くときは右手は中指と人差し指交互に弾きます。次のコードは4本の指で同時に弾きます。でこのアルペジオ一番難しいポイントは9小節目と10小節目ですね。Bm7 から A のコードにスムーズに移動できるように繰り返し練習しましょう。A のコードは4弦、3弦、2弦を人差し指で押さえます。はい、というわけでね、ぜひチャレンジしてみてください。